ーサーに認めていただければ私はいいかなと思って、それをちゃんとやってるつもりですけどね。それはね、私はもう前からそう思ってるんですけどもね、やはりこの私の作った包丁の良さが分かる人に使ってほしいね。分かんない人にはいい包丁を与えても、それは本当に、豚に真珠になっちゃうから、ニコニコ版という日本の言葉にあるけど、悪くて例えば硬いものを切ったりすると刃こぼれする、ね、包丁の刃が硬いですから、硬ければ硬いものを切っても欠けないというふうに思っちゃう人いるわけね、一般の人はね。硬いってことは脆いんですよ、逆に言うと。国内ではもう知れてますから、やっぱり世界に目を向けていかなきゃ、もうですから、もう世界の藤原になっていきたいなと、私の夢ですよ。やっぱり世界で認めてもらえるような、もう使ってくれるね、本当の包丁の分かるシェフたち、また主婦たちに、その藤原浜包丁っていうのはいい包丁だなって認めてもらえるように、また認めてもらえるようないい包丁を、これからも、まあ今までもそうですけど、これからもね、そういう使ってくれる人の顔をね、浮かびながらね、作っていきたいなと。